はい、またローソンで糖質制限ブラウンパン買ってきました。これは定番のブラウンパン4個入り、1個あたりが糖質 2.2g、 乳酸菌も入っている。このマークがロカボマークで緩やかに糖質を吸収するみたいな商品のマークになります。ちょっとダイエット中だとたまにパンとか食べたくなるんで、たまに買って少しずつ食べてます。1個あたり 70キロカロリー、糖質が本当に少ないんで少しずつ食べるといいんじゃないかなと。それで甘いのも食べたくなるんで、このブランのチョコディニッシュ2本入り、1本あたり 8.8g。 でカロリーは127カロリーになります。これも少しずつ食べたいと思います。これはチーズとハムロール、これ1個あたり 8.8g。もうこれチーズが巻いてあって美味しそうですね。カロリーが1個あたり69カロリーになります。でローソンじゃないんですけど、この頃よく飲んでいるセブンイレブンによると、脂肪の吸収を抑え糖の吸収を穏やかにするゼロキロカロリーのサイダー、結構美味しいです。ということでね、こういうのを併用してうまくダイエットをして頑張ってます。はい、以上です。